こんにちは、スペラートエデンの梅ちゃんと風邪をひいているテルちゃんです。38度の熱があるんだって。そうですよ、今日病院行ったらさ、薬くれた？いろんな薬が出てくれたの。出てきてくれたね。そう、薬さんが歩いてきた。いっぱい、そう歩いてこねえメキシコってさ、薬飲んだ後ってさ、なんか食べちゃいけない食べ物あるよね。あるよ、絶対。何？その豚肉と、うん、あの油、油のものは、あとチリも、チリとか食べちゃダメ。豚肉食べちゃいけないのはびっくりしたね。え、それはどこでもでしょ。日本は大丈夫だよ。え、ダメでしょ。聞いたことない俺。ね、俺もなんか薬飲んでてさ、うん、豚肉食べたらダメって怒られたよね。そう、意味がわからない。え、本当ダメでしょ。ことでということで、私食べちゃったから。いや、豚肉食べたじゃん。え、食べた、忘れた。忘れてた忘れてた。あ、やば、死んじゃうやつ。死んじゃう、死んだ、メロ死んだ。生き返ったじゃあ楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。